裏垢運営のキャラ解釈が半端ないことが話題です。先日リリースから 2.5 周年を迎えたゲームブルーアーカイブ、当ゲームは開発は海外でされたゲームですが、ターゲットは日本のユーザーということもあり、インドアなキャラのお腹をプニッとさせていたり、画面端のマグカップの飲み口部分にうっすらと口紅の跡をつけていたりと、萌えに目が肥えている日本人が思わずうなるようなフェチがばらまかれているんですよね。やはりその裏には運営の半端ない努力があるみたいで、先日行われた海外の公式生放送では、開発に関わった方々が約2時間半にわたって、このキャラはどのような設定にした方が可愛くなるみたいなことを大真面目に語り合っていたため、エドミンからは性癖談義は国境を越える、変態しかいねえなどと突っ込まれていたりします。このようにブルアカの公式が性癖について信頼できるということはたびたび話題になっているんですよね。例えばこちら、降臨大祭という体育祭みたいなイベントで実装されたチアリーダーの格好をしている響きというキャラです。普段はかなりクールな性格でダウナー属性が強い印象を受けるのですが、実装されたチアリーダー姿の響きはギリギリの丈のスカートを履き、恥ずかしそうな表情をしていたため、エトミンからはまさかデボテレ顔なのか、いかんいかん過酷をしてしまうところだったなおと言われ大好評でした。しかしこちらの響きは設定で趣味はコスプレとなっているにもかかわらず、この表情を見るとわかる通りチア衣装を着ることに対してそこまで乗り気じゃないんですよね。こちらストーリーを読めばわかるのですが、コスプレが好きな彼女が望まない形でコスプレをさせられることになってしまったので、いつもクールな響きがこんな表情になっております。そこで公式の生放送内では、なぜこんなかわいそうな形でコスプレをさせようということになったのですかという鋭い質問がありました。確かに響き推しの方からすると、いやいやではなく楽しそうにコスプレをする響きが見たいかもしれませんから、これは当然の疑問だと思うのですが、それに対して開発に関わった方が、理由は単純です、その方が可愛いからと力強い回答をしていたんですよね。バッカラはなんで日本並みにオタク需要の理解度高いんだ、開発部門に強者しかいないなおと驚く声が上がっていました。コメント欄の海外に行きもそれに対して、あなた方は天才だとか、とてもレベルの高い会話ですと大絶賛していたので、かわいそうはかわいいという概念は海の向こうにもあるみたいですね。余談ですが、冒頭ちらっと登場したこちらのお腹がプニッとしていたことで大バズりしたチア姿の小鳥は、チア姿の衣装が実装されたことで普段かけているメガネを外してしまったせいで、メガネキャラのメガネを外すな派閥の方々がブチ切れてしまったのですが、今回のチア小鳥のようにブラカは公式が結構メガネキャラのメガネを外させることが多いということで、ブラカは定期的にメガネっ子を供給するくせにすぐにメガネ外す、これだけはどんな判断だと言いたいなおと不満の声を上げる方も一定数いるみたいです。しかしこれに対しても公式は生放送にて、メガネキャラのメガネを外すかどうかは慎重に考えなくてはならないテーマと重々しく告げた上で、チア姿の小鳥に関してはチアの衣装で激しく動くことを想定して今回は外したと、運動するならメガネは外すだろうという解釈を語っていました。さらにその補助で、何かを解説するときには彼女らしくメガネを装着するので安心してくださいとメガネ過激派に対してのフォローもしていました。ちなみに私は前回の動画でメガネはいらないと迂闊に発言したせいで、一部の視聴者の方々にブチ切れられてしまったので、今回は余計なことは言いません。さてこのように、フェチに関する理解が深すぎるブルアカ、当作品ではキャラクターの内ももによーく見ないとわからないようなほくろを配置したり、片目が隠れているキャラを左右の瞳の色が違うオッドアイにしたりと、我々プレイヤーに気づかせる気があるのかわからないような細かいフェチを散りばめることが多いのですが、こちらのいつもあわあわした表情や緊張してムッと口を閉じた顔ばかりしているソラちゃんが、先日より開催されていたローソンとブルアカのコラボにおいて珍しく満面の笑みを浮かべる姿が公開されたことで、ソラちゃんに刃が生えていることに気づいた人が続出したみたいでしたね。エトミからは、ソラちゃん刃生えてたの2年半毎日見てて今日初めて知ったなど驚く声が上がっていました。実際ソラちゃんが刃を剥き出しにして笑顔になる差分は頻繁に登場するわけでもないですし、笑った時でもスマホのサイズだと普通に見逃してしまうぐらい小さいので、もともと知っていた方はかなりの上級者かもしれませんね。ピクシブなどでもこのコラボ以降で出されたソラちゃんのイラストは露骨に刃が強調されていました。こちら非常に可愛らしいグッズなので、ぜひ皆さんも手に入れてみてください。キャラクターを非常に大切にしているブルーアーカイブ、今回ご紹介したチア姿の響きはガチャ等で出てくるレアなキャラではなく、ブルーアカをプレイしていれば誰でも手に入る配布キャラなのですが、モーション等が非常に凝って作られていることからもわかる通り、ブルーアカではキャラのレアリティごとに力の入れ具合を変えるということは絶対にしないんですよね。これは公式からも正式に表明がありました。こういった公式のこだわりこそが我々の股間を掴んで離さないのかもしれません。ぜひ未プレイの方はブルーアカで過酷しましょう。本日はニュースでした。ご覧のスポンサーです。